I'm Peter Brackley, and Trevor Brooking is putting on his headphones next to me here. Trevor. Thanks, Peter. Just to see the team lineups for this one. There was some speculation over the starting 11s. Anyway, let's get started. Who will take it? It's a good try. He did have several other options on there, but I don't think his teammates will worry too much about him having managed to keep the score level, because they really aren't using the full space available, Peter. No goals then, it's 0-0, and everything to play for in the second corner. Can they squeeze it in? Marquez. And he goes for it! That's wide, couldn't get the accuracy then. You know, Peter, I wonder whether if the shot was on target, the goalkeeper actually would have got to it. I don't think so. They've brought on a... A foul was committed. Well, the players are worried, and that's understandable. It looked painful, and he never even tried to get up. I wouldn't be surprised, you know, if he's off for a while. There's plenty to do. What options do they have here? What a finish! They finally break the deadlock. Just before the end of the second period of extra time. That has been coming for a long while now. So the goal has pleased a huge number of fans in the stadium. Just listen to them. The keeper was left helpless with that header. There was nothing he could do when the... Emerson. That's it! They've scored the only goal of the game and snatched the win. So, Trevor, your thoughts? It was an entertaining game, full of attacking football. Let's hope we see more of the same from both sides in the... World Soccer, winning the 11. ストリーマッチユベントス対バルセロナ本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて北澤さん、今日のカードですが随分すごい顔ぶれになりましたよ。いや本当にね、素晴らしい選手揃いですから、今日はスーパープレーなんかも飛び出すかもしれませんよ。その辺も期待できるかもしれませんよね。そうですね。さあ間もなく試合です。ゴールキックです。いや大丈夫でしょうか。選手が担架で運ばれていきます。やはり何かあるようです。ここからザンブロット、大事なところ、中を見ている。シャビ遠目から行った、キーパーを防いでいる。いやーキーパーナイスプレーでした ね、ちょっとね危ない感じでしたね。さあバルセロナ前半最良者無得点、クラーク先制点のチャンス、ここから上がっていく、ヘッドだ、ここで延長前半の終了です。これはチェックを聞いていました。あっとここで延長後半終了、決着は PK 戦でということになり、ユベントス対バルセロナ PK での戦いになりました。まずは1本目を蹴ります。イブラヒモビッチ、うまく逆をつきましたよね。次に蹴るのはエトー、難なく決めました。これで互角の1対1、追いつきました。ユベントス次はキャプテンのミッコリ、これは文句なし、決めてきました。ちょっとね読みが外れましたよね。ラーション、彼のコントロールには定評があります。キーパー止めた。今のはどうなんでしょうか。そうですね、気の緩みもあったのかもしれませんね。ユベントスここは決めて引き離したい。ゴール左へ決めました。ここで離されました。これちょっと大きいですね。バルセロナ今のところ2点ビハインド。おっとど真ん中狙いましたね。読み切りましたね。
さあここで差を広げられるか。ポストに当たった。右へ行ってしまいましたね。狙いは良かったかもしれませんけどね。それましたね。バルセロナ4人目を蹴るのはデコ。うわーキーパー反応できませんでした。いやーこれで3対3。攻守ともに緊張でしょう。そうですね。ここからはミスできませんね。ユベントス5人目を蹴るのはブラージ。うまく逆をつきましたよね。バルセロナここを外すと負け。決めた。ここは持ちこたえました。シャビ偉人の一蹴り見せます。ユベントス6人目を蹴るのはエメルソン。決まりました。ちょっとね読みが外れましたよね。いや追い込まれましたね。入った。ここはなんとかつなげました。いや入れて当然とはいえね落ち着いてましたね。ユベントス7人目を蹴るのはザンブロッタ。読み切りましたね。ここは外せませんよね。ファンブランクホルスト、このピンチをなんとか出しました。ちょっと読み違えたんですかね。ユベントス8人目を蹴るのはゼビナ。キーパー逆をつかれました。うまく逆をつきましたよね。バルセロナここを外すと負け。入った。ここはなんとかつなげました。止めるの難しいですからね。ユベントス9人目を蹴るのはファビオ・カンナバール。右端に決めました。読み切りましたね。バルセロナもう後がありません。最後のチャンス。オレゲール執念の一発を見せました。いや入れて当然とはいえね落ち着いてましたね。ユベントス10人目を蹴るのはテュラム。ゴールの右へ決めました。読み切りましたね。ここは外せませんよね。フジョルこのピンチをなんとか出しました。本当にね落ち着いてますよね。そしてキーパー同士の勝負となります。蹴るのはキーパーブッフォン。この辺も難しいですからね。バルセロナこれは絶対決めねばなりません。ビクトール・バルデス執念の一発を見せました。ちょっと読み違えたんですかね。ビクトール・バルデスうまく止められるか。決めてきました。本当にね落ち着いてますよね。バルセロナもう後がありません。最後のチャンス。入った。ここはなんとかつなげました。ちょっとね読みが外れましたよね。ユベントス次はキャプテンが蹴ります。キッカーはミッコリ。右でしたね。狙いすぎでしょうかね。これは外せない。決めました。これで勝敗がつきました。バルセロナ